俺たちは寺を出る。寺の前で待っていたのは、俺たちの両親と先生たちだった。母は俺を見て、名前を叫び、抱きついた。そして、俺を思い切り叩く。母の目には、涙がにじんでいた。本当にあんたって子は、自分が何をしたか分かっているの？あれほど夢鬼とは怖いものと教えたのに。ごめんなさい。ごめんなさい、お母さん。でも、俺、こんなことになるなんて思ってもなかったんだ。そう、母に言い、俺は泣きわめいた。本当に知らなかったんだ。そして、本当に怖かったんだ。久しぶりに母の顔を見たような気がした。母の後ろには父が立っていた。父は俺から目をそらし、上を見ていた。多分、俺に涙を見せたくなかったのだろう。スーツ姿の父、仕事など後回しで来てくれたのだろう。俺はこの時だけは夢鬼のことについて忘れていたのかもしれない。母と父を見たらものすごく安心したのをよく覚えている。でもそんなことなどすぐに消えた。イーがいない。俺は周りを見渡す。いるのはイー以外の親たち、そして俺たちと先生たち、住職、男だけだった。イーの親、イーはどこにもいなかった。他のみんなも親たちに抱きつかれ泣いていた。多分みんなも俺と同じ気持ちだったのかもしれない。イーはどこに行ったの？イーちゃんは、イーちゃんのお母さんが連れて帰ったよ。とても見てられなかった。イーちゃんはもう起きることができないの。もうイーちゃんはお母さんの顔も見ることができないのよ。そう思うとお母さん、とても悲しくて。母はそう言い、俺を強く抱きしめた。その後すぐに父も俺を抱きしめた。しばらく何も言わず、三人で抱き合っていた。そして俺は何もかも忘れ、泣きわめいた。だがその時、住職が口を開く。親御さん、気持ちはわかるが、もうその辺にしてもらえるかの。この子たちをわしは連れて行かなければならん場所がある。その後、こいつとわしで無事に家に帰す。だからそれまで家で待っていてくれんかの。そう住職は言い、俺たちの前に夢鬼をやった男を指さしながら話した。住職、その人は誰ですか？私たちがこの子たちを待っているとき、急いで寺に入っていきましたが。こやつはこの子たちの前に夢鬼を行ったものじゃよ。あの事件の当事者じゃ。それを聞いた瞬間、父の顔が険しくなり、その男につかみかかった。お前があの時のやつか。なんてことをしてくれたんだ。お前がいなければこの子たち、兄ちゃんはこんなことにはならなかったんだ。お前のせいでこの子たちは。やめてください。確かにこの人が悪いです。でもお子さんたちも悪いんです。そしてこの子たちをちゃんと見てなかった私も悪いんです。そう先生は父に言い、父をその男から話した。父は一言、そんなことは分かっています、私も悪いんだと、ぽつりと言い、その場に崩れ落ちた。あんな取り乱した父を見るのは初めてだった。
親御さん、気持ちはすごくわかる。だがこいつも今までずっと辛い思いをして生きてきたんだ。ずっと後悔をして反省して生きてきたんじゃ。それだけは分かってくれんかの。でも住職、私にはこの男を許すことはできません。分かっています。本当にすみませんでした。お子さんたちをこんなことに巻き込んだのは私たちに責任があります。許してくれなんて思っていません。私たちは取り返しのつかないことをしたんです。あなたのお子さんのせいでもあなたのせいでもありません。すべて私たちのせいです。本当にすみませんでした。そう男は言うと、俺たちの前で深々と土下座した。俺もこいつを許すことなんてできない。でも俺たちも悪いんだ。こいつを責める資格なんて俺にはない。ただ俺はそいつを見ていることしかできなかった。当たり前だ。こんなことで許されると思うな。住職、私たちはこの子たちの帰りをうちで待っています。無事にこの子たちをうちに返すことを約束してください。そしてお前、俺はお前を絶対に許さない。もう二度と俺たちの前に顔を出すな。分かったな。分かっています。本当にすみませんでした。無事に返すことを約束する。だからこの子たちが家に帰った時、温かく迎えてくれんかの。わかりました。ジュン、お父さんとお母さんはうちで待っているから。そう父たちは言い、家に帰っていった。他の親たちも、そして先生たちも。親たちが帰ると、住職が俺たちを集め話し始めた。お前たちをこれから病院に連れて行く。そこにいるのはお前たちの前に夢鬼を行った犠牲者じゃ。少し辛い思いをするかもしれん。だがわしには確かめなければならんことがある。そしてお前たちもそれを知る義務がある。そう住職は俺たちに言い、俺たちを Z の車へ連れて行き、俺たちを車へ乗せ病院へ向かった。車には運転席に Z、 助手席に住職、俺たち6人は後部座席に乗った。 Z の車はワゴン車だったため、俺たち全員乗ることができた。これから俺たちの前の犠牲者に会いに行く。そう思うだけで怖かった。なぜ会いに行くのか、その時はまだわからなかった。車は寺を出て病院に向かった。君たち、これから話すことは俺たちが夢鬼をやってしまった時の話だ。このことは君たちには知っておいてほしいんだ。そう Z は言うと、運転しながら俺たちに話し始めた。俺たちが夢鬼をやったのは中学校3年生の時。その頃はまだ夢鬼の噂などがあった。そして夢鬼の真相が書かれた書物があの寺にあることも噂で耳にしたんだ。俺たちはまだ中学生だ。中学校生活の最後の思い出としてみんなで夢鬼をやることになったんだ。やろうとしたのは俺を含めて10人。
まずはじめに俺ともう一人で寺に忍び込み、書物を読み、やり方などをメモしたよ。誰かが寺に帰ってくるかもしれない、そう思い、夢鬼のやり方、そしてすでに鬼がいて、そいつに触られると鬼になるということしか読めなかった。それをみんなに見せ、みんなにもそれをメモさせた。夢鬼について話したら、一人がこんなことを言い出したんだ。これ、鬼ごっこみたいだよねって。今まで夢鬼を行ったのは、大勢ではなく、一人ずつだ。でも俺たちは、十人でやろうとしている。最初の鬼に捕まると、そいつが次の鬼になる。だから鬼ごっこ。そう思ったんだ。俺たちはただの肝試し感覚だった。だから夢鬼を行い、最初に鬼になったやつは罰ゲームをする。そう決めた。これは怖い鬼ごっこなんだと言ってな。そして俺たちは、俺たちの中学校を夢鬼を行う場所にしたんだ。そして写真を撮り、みんなに配った。夢鬼をやったのは、寺に侵入してから3日後。各自、その日の夜に夢鬼を決行したよ。そして、本当に夢鬼ができたんだ。最初はみんな興奮していたよ。みんな同じ夢を見れたんだ。でもできなかったやつもいた。それは後から住職の話を聞いて分かったことだが、そいつは経験者と強い血のつながりがあったんだ。だからできなかったらしい。いたのは俺を含め9人。そして、夢鬼が始まった。でも、鬼が全然姿を現さなかったんだ。俺たちは怖いというよりも、鬼を早く見たい。そう思い、鬼を探したんだ。鬼ごっこのはずなのにな。そしてしばらくし、鬼を見つけた。君たちも見た。あの黒いやつだったよ。でも、鬼は俺たちを追うどころか、逃げていったんだ。いくら追いかけても、鬼は逃げてしまった。その時、住職の顔をふと見ると、住職は遠くの景色をただ眺めていた。でも目には涙を浮かべていた。しばらくし、やっと鬼に追いついた。でも鬼は一向に俺たちを捕まえようとはしなかったよ。そして一人が無理やり鬼に自分を触れさせたんだ。このままじゃ面白くないと言って。そいつは鬼に触れられた後、すぐにあの黒いやつになった。自分では黒いやつになったことは分かってはないようだったが。そうしたら最初の鬼が消えた。俺たちは怖くなり逃げたよ。鬼に触れられたら鬼になるということは知っていたが、まさか黒いやつになってしまうなんて思っても見なかったからな。そしてまた一人、また一人と鬼になり、今会いに行くやつが最後の鬼になった。俺は4番目に鬼になった。目を覚ましたのは、
夢鬼をやってから2日後だ。2日も経っていたなんて思わなかった。ずっと辺りは暗かったから時間の感覚がなかったんだ。そして目を覚ました俺たちは親たちに連れられさっきの寺に連れて行かれた。そこで君たちと同じように夢鬼の真相を住職から聞かされたよ。その後最初の鬼である住職の奥さんのところに連れて行かされた。住職の奥さんは30年近くも眠っていたんだ。体は痩せこけ見るに耐えなかった。俺たちはそこでこの人の今までの努力をすべて水の泡にしてしまったんだと理解したよ。終わるはずだったこの悲劇をまた起こしてしまったんだと。だから俺たちはもう償っても償いきれないんだ。そうゼットは言い終えると泣いていた。住職も泣いていた。そして住職が口を開く。妻は話すことはできなかったが、この者たちが病院に来た時涙を流していたよ。わしには自分がこの子たちを巻き込んでしまった、また若い子を犠牲にしてしまった、本当に悔しくて悲しいとわしに謝っているように見えた。そんな姿を見ていることがわしには本当につらかったのじゃ。住職の奥さんはこの夢鬼を終わらせるため自ら最後の犠牲者になることを選んだ。でもそれはできなかった。また犠牲者を出してしまったんだ。住職の奥さんは最後まで終わらせようとしたのだろう。たとえ数人の若い命を巻き込むことになったとしても、だからずっと逃げていたのだろう。でも鬼にしてしまった。そして犠牲者は一人になった。住職の奥さんは逃げている間どんな気持ちだったのだろう。終わるはずだった夢鬼を若い者たちがやってしまい自分の元に現れた。終わらせるためには数人の若い者も犠牲にしなければならない。それしか方法がない。さぞ無念だっただろう。そして結果犠牲者は一人になった。今思うと犠牲者が一人だけになったことは少なからず良かったのかもしれない。そして俺たちがイーをまた一人犠牲者にしてしまった。そのことだけは何も変わらない。